こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は今日は昨日ぐっすり長時間寝てですね、寝すぎじゃないんですよ、長時間ぐっすり寝てですね、もうさっぱりさっぱりでございます。さっぱりうまくいってないじゃないですよ。そうじゃなくてさっぱりな気持ちってことですよ。そんなところ誤解する人いないって。はい、話が長くなりました。はい、日本政治への提言のコーナーでございます。本日はなんとなんと最も強力な権力を持っている省、財務省でございます。私何か言ったら殺されますか？はい、言わせていただきます。税金を取るのはいいんです、いいんです、もう取ってください。はい、それを国民のために使っていくわけですからね、各省庁がね。はい、それが予算編成ですよね、今やってますね。はい、予算今もう参議院に行ってますね。はい、もう時間的には時間切れで決まる日程に入ってるんで、もう今年度内に成立します、予算案が。よかったよかったね。はい、最近もうあんまり期限内に決まらないことないですね。はい、もうすんなりいってますね。はい、まあその税金をどこからどう取るっていうところを決め、最終的に案を出すのが財務省なんですけれども、まあ政府への圧力がすごいんですよ。消費税を上げろとか何々をどうしろとか言ってるんですけど、ですね、財務省は財務省でしかないなっていう発言が本当に多いですね。経済とか景気というものを全然分かってない。もうここで消費税上げたら景気が悪くなってみんなの収入がダウンしちゃったり、法人の利益、会社の利益がダウンしちゃったりするから、結局所得税や法人税が少なくなるから税収変わんないんだよっていう、減っちゃうかもしんないんだよってことが全然分かってないですね。私は消費税は上げるべきだと思ってますよ。もっと上げていいと思ってますよ、私は。はい、20% ぐらいまでいっていいんじゃないかなと思ってますよ、私は。はい、お金持ちがドーンと高い車買って 20% 持っていかれる、ああ OKOK って感じですよ。はい、ただしですよ、消費税は上げるタイミングを間違えると、経済が悪い時に消費税上げると大変なことになるんですよ。その大失敗を財務省はここ数年で2回やらかしたんですよ。8% への上げ、10% への上げ、もうやってらんないって感じですよね。国民の皆さんどうですか？こんな苦しい時に税金上げるのって思いません？はい、いや、どんどん給料上がっていって、で物の価格も上がっていくけど、物の価格の上がり以上に自分の給料が上がる、ああ安心できて生活できるな、これだったら子供も作れるかなとかいう時に、ちょっとだけ消費税上げさせてくださいって財務省が言ったら、まあいっかーってなるじゃないですか。国のためなんですから。財務省も別に自分たちのお金にするために税金取ってるわけじゃないんですからね。えだって、じゃあその消費税、俺たちが消費した時の消費税で橋とか直してくれよとか、ダムとか修理してくれよって思っちゃうじゃないですか。思えるじゃないですか。まだまだまだね、まだ思えるじゃないですか。景気が悪くて給料が下がったり失業したりとかしてる時に、なぜ消費税を上げるのかと、バカなんじゃないかと、本当に財務省バカだなと思う。
すいません、乱暴な言葉言っちゃいました。本当にバカだなと、バカだなと思ってます。はい、なので、財務省はですね、経済産業省ときちんと連携して、今税金を上げれるのかどうかということをちゃんと相談しながらやっていただきたいですね。俺たちエリートなんだから自分たちだけで決めちゃっていいんだもんみたいな意識は捨ててくださいっていうことですよ。簡単に言っちゃえばエリートの集まりなんですから、もう各省庁の中でも財務省に超エリートが集まってるんですよ。だからといって俺たちの方が偉いんだ、自分たちで勝手に決めていいんだってなんていう、そんなわけないじゃないですか。ただの役割なんですから、財務省はエリートであろうとも、ねえ、自分の役目をしっかりと果たしてください、はい、そして国民が幸せになることが第一の目標なんですから、そこから外れない政策を出してほしいと強く強く強く願います。本当に本当に本当にここに財務省の動きに日本の未来がかかっていると言っても過言ではないですよ。本当に税金の取り方って本当にもう難しいんですから、それを大失敗してきてもうなんだこりゃって感じなんですからね。はい、気をつけてほしいと思います。最新の注意を払って税金の取り方を考えてほしいと思います、財務省には。はい、以上でございます。もう言い切った、はい、大声も出した、馬言増言も飛び出した。もうこれ以上言うことはありません。はい、満足満足。最後は明るく終わりたいんでね、ちょっと明るいこと言わせてください。はい。はい、今回の配信は以上となります。また別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。